メガネの男子、夏空に出てますかって夏空、あれじゃないですか、朝ドラ僕みたいな人ですか見てますか見てないです私も見てないんですよ、名前は知ってるんですけど。10秒前ですね。はい。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は毎回癒しのプロを呼びして心と体と魂を癒す情報を伝えております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので FM ギノワンのホームページをチェックしてみてください。またメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com までよろしくお願いします。では後半をお届けしていきたいと思います。今日のゲストは竜宮城プロジェクトの、スタッフさんで、ホラガイ隊長の具志堅富子さんと元永明子さんです、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、結構お話が楽しくて、うん、あっという間に前半が終わってしまってちょっと気をつけないと、もうすぐ終わっちゃうなと思ってホラガイをね聞いてもいいですか。ぜひ、ね、ちょっと聞いてください。当日は女性100人でホラガイをやってるっていうことですけどね。今ちょっとマイクから流れてスタンバイしてる。びっくりした。こんなに響くんですね。響くんですよ。これこう床、はい、木の床になると、はい、床から振動がすごいんです。ビリ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 と、はい、それが2つ3つ音が重なると、はい、何て言うんだろう、なんだろうね、もう音が反響、お互いの音が反響して、はい、違う音が出てくるんです。はい、もう体中にこうなんかうわーって通るような不思議な感覚になります。へー、うん、あ、びっくりした。あ、びっくりしたよかった、びっくりしてくれてやったね、音払いとかってもね言われますけど、その、うん、スピリチュアルっていうわけじゃないけど、その、ね、神社にでっかい鈴があるのも音払いって言われてるし、うん、はい、拍手も、うん、音払いですし、最初もパンパンパンとしますもんね、うん、音で払うっていうのがね日本はあるけど、うん、なんかねこのホラガイも、うん、なんかね音が響いたらその場所がなんか変わっちゃうんですよね。変わりますね、うん、で変わります、うん、ね、100人で響き合わせるというか、そう、あ、なんか楽しそうですね。なんか今までとは違う空間が出現しますが、はい、もうその通りですさすが、ね、その通りです。展示棟がどうなるんだろうって心配してます本当に、うん、ありがとうございます。これホラガイは
あの普通はね修験道の人がなんかね、はい、ブオーってやってんじゃないのって思いがちですけど、うんはい、あのそのどうなんですか、なんか吹き方とか、あのホラガイ、そもそもなんでホラガイなのとかなんかあるんですか。最初ホラガイ吹く話が出たのは、はい、今回講演してくださいます、はい、中山さんとの話の中で、あ、はい、女性が100人でホラガイ吹いたら面白いことになるよねって、そうだそうだそうだっていうノリで、はい、じゃあそれを幕開けにしようっていうことで、このプロジェクトのプログラムの最初に決まったのがこれなんです、はい、そうこの縄文エネルギー研究所 の、はい、の中山さん、はい、でそれが9月ぐらいにその話で盛り上がって、はい、そこから100人、どんな風にしてこの100個のホラガイを集めようって、はい、まあ、とりあえずあのその方向で進めようっていうことでやっていったら、うん、なぜだか、はい、いろんな人とつながって、そうなんです。津堅島から100、あの50個ホラガイ、うん、あの集めることできますよという方が現れて、はい、もうすぐ集めてもらって、はい、ホラガイ50個。その最初はそのこう海の関係の人たちに話をして、はい、まあ、あの10個集めるのもねっていうような話だったんですね、はい、だからどこにどう聞いたらいいんだろうって言って、まあ、昔は、はい、あのみんなこの昔の家は沖縄の家は、うん、あの庭先にあの貝があったりとか田舎に、ありましたね、ありましたよね、なんか飾り物みたいな感じで、はい、だからその古いお家の、うん、例えばあの蔵だったり、はい、そういうとこにはまだ眠ってるんじゃないかとか、うんうん、みんなでその古いねあの実家だったり、あの、はい、おじいちゃんおばあちゃんのお家に聞いてみるのもいいんじゃないっていうような話があったんですけど、はい、もうどうやって探したらいいんだろうって言ってたところに、うん、あのホラガイを集められますよっていう方が現れて、それも50個あるっていう、すごい、あっという間に50個があの主催の中村まりえさんのところに届けられ、はい、それでまあその50個もみんなそれぞれ持ち主のところに旅立つんですが、その前にあの津堅島から届いたホラガイだということで、はい、あのまあ、沖縄では津堅島と久高島は対の島であるというふうに、うん、あの言われているので、はい、まあ、これもあの主催のまりえさんの直感なんですけれども、うん、はい、このホラガイはあの久高島に洗いに行こうっていうふうに、うん、あの話がこう、うん、上がって、はい、まあ、その時のねあのみんな仲間で、うん、10人ぐらい十何人かで久高島に渡り、はい、みんなでホラガイを洗い清め、うん、運んできたんです、うん、いいですね、はい、きっといい音しますね。このイベントで初めてそういったことを呼びかけたので、はいはい、ほとんどの人が初心者なんです、はい、初心者で、うん、もうあの今だまだ安定した音が出ません、自主練頑張りますとか、はい、それが定期であの合同練習をしたりとか、はい、で去った日曜日には、うん、あの本土の方から、はい、修験道の宮下さんという方が、うん、はい、沖縄の方にいらっしゃってたので、はい、その方に朝8時から1時間半、うん、波の上のビーチの方で、うん、あの管理人のいるところじゃなくてちょっとあの反対側の方で、はい、もうあのいろいろとご指導してもらって、はい、もうホラガイがすごく奥の深いものだっていうことが、うん、このホラガイの中には全ての音が内在されていて、うん、はい、ホラガイを吹こうと思ったら吹こうと力まなくてもいい、うん、で呼吸、自分の呼吸をしっかり整えて、はい、全ての、うん、手、宇宙と自分と、うん、全てこうつながって生きている命、うん、命の呼吸をこのホラガイに吹きかけてあげればいいんだ、うん、だから音が出るとか出ないとかではない、はい、うん、
いかに自分と向き合って自分の呼吸に集中して、それをホラガイにこう吹きかけていくかっていうところを意識しながらやってっていうなんかお話もあって、はい、あの力んでたみんなの肩の力がスッと抜けていく感じでした。なるほど、奥深いですね。奥深いです、びっくりしました私たちも、うん、なんかね、ノリでこうホラガイ吹いたらいいなぐらいの感じだったんですが、実はものすごく奥が深いものだということが後から分かりました。あ、ノリでやろうとしてた。100人でやってるのに。そうでもなんか音というかね、あの 音っていうか振動ですよね。振動っていうのはね、あの 昔からっていうか日本人はね、なんだっけな、その、はい、宇宙ができる時に鳴り響いた音が何でとか、うん、そうですね、ね、そのあいうえおに、はい、うん、そのね、なんか、はい、その、うん、宇宙的なじゃない、なんていうかな、目に見えないそのものがその物質化していくその過程が、はい、あのちょっと表現されてたりとか、あの音っていうのはその意味があるんですよね。そのありますね。ホラガイが全ての音が内在してるっていうのはなんかね、興味深い言葉ですね。はい、そうですね、初めて知りました。大きさもそれぞれまちまちです。そうなんですよ。私の持ってるこれがもう結構かなり大きい方なんですよ。もう手のひらサイズの小さな、これぐらいの、もうこれがまた素晴らしい音出すんです、ね、へー、もうね、空にね、もう鳴り響いて、もうすごいんですよ。面白いですね。面白いです本当に、ね、それが一気にみんなでこう音を合わせるっていう、はい、響き合わせをするっていうこと自体も、うん、そうなんです。でもこの100人のホラガールが実際に揃うのは全員が揃うのはきっと当日なんですね。当日なんです、まあ、本土からいらっしゃる方もいるので、はい、一応前日にリハーサルというのはあるんですが、はい、実際もう当日このオープニングで何が起こるかが分かんないっていう楽しみもあって、いいですね。なんだっけ、行き当たりばっちり。行き当たりばっちりです。そうなんです。はい、もう100人100人って言ってこう、あの応募していって、うん、本当にちょっと前まで本当に100人集まってるかどうかも分からなくて、うん、もう一回じゃあ名簿をこうちゃんと整理しようって整理したら100人ちょっと越してたんですよ。ここももうなんか行き当たりばっちりで。なるほど、面白いですね。さて後半もですね、少しあの時間がですね、はい、あのちょっとまあ半分ぐらいいってるんですがね、あのそのイベントのことでですね、協賛のお願いとか、はい、いろいろありますよね、はい、あ、その前にイベントの日時とかですね、そういったのをちゃんと伝えてから、あのそうですね、はい、ね、はい、竜宮城プロジェクト来る日曜日6月23日沖縄コンベンションセンターの展示棟で10時開場、うん、11時開演、うん、で、今予定として15時、そうですね、お開きは15時を予定しています、います。入場料など、入場料は、前日まで3,500円、はい、で当日は4,800円です、はいはい、で今ですね、このパプリカを踊ってくださる、はい、踊ってくれる子どもたちも募集しているので、はい、パプリカを踊ってくれる子どもたちは出演者なので、うん、もちろんあの無料なんですけど、はい、あの出演者ということで、はい、あのその、お母さん一緒についてきてくださるご家族は、あのスタッフ価格ということで2500円で販売もしてますので、うん、はい、よかったらぜひ ね、 そうですね、ぜひそのお子さんというか、うん、あの子供に限らずですけどバンバン参加 して、はい、コンベンション の、 あのステージに立ってみたいという方そうですね、僕もちょっと立ってみたいな
チケットの販売がですね、はい、前輪堂、純駆堂などでも行っています、はい、で、お問い合わせ番号は、はい、080-8105-9824、 繰り返します、 080-8105-9824、 こちらの方にお電話いただければいろいろとまたご案内できると思います、はい、で実はですね、このイベント、はい、中村まりえさんが自分でこう、コンベンションを借りたりとかいろんなことをやっていて、はい、全てまりえさんがお金を出してるんですよ。やばい、すげえやばいんです。そうなんです、やばいんです。本当に一主婦がですね、思い立って、はい、でこのイベントをしようというふうにコンベンションに予約をしたんですけど、はい、本当に企業でもなく何のバックもない中で、うん、もうこれはどうしてもやるんだっていうことで立ち上げた、はい、そこに賛同したみんながもう 99.9% ボランティアで一緒に活動しているんですけれども、うん、はい、実際、この費用はですね、まあ、個人負担という、うん、立ち上がりなので、はい、私たちはもうできるだけみんなでそれを応援したいなと、そういう人たちがどんどん集まってきていて、はい、企業さんにも、うん、協賛金のお願いをさせていただいてますし、はい、あと、個人の方にもぜひぜひ、お願いしますというふうにお声かけをしております、はい、で、ですね、この協賛金がですね、はい、まず一口、うん、5000円からです、はい、でこれは何口でも制限ありませんので限りなく何口でもご協力いただければありがたいです。で、はい、今ですね、一応企業の方、まあ、企業の方にはですね、うん、5万円の例えばだから10口なんですけど、5万円の協賛金をいただけた方たちには、まあ全部のお席にですね、席置きでチラシとか、うん、その会社のご案内というのがあれば、うん、それを、はい、3500人の来場の方にお配りしますということで、うんうん、声かけをさせていただいています。帰りに FM ギノワンにもね、はい、お願いしてよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。僕もちょっと協賛もう嬉しいしようと思います。ありがとうございます、はい、僕も関係ないですけど、僕も今新規事業立ち上げしてて宣伝したいのがぜひぜひ宣伝にお使いください。はい、はい、なんか今回のこの竜宮城プロジェクトでなんかね、大きな流れが変わりそうでね、うん、はい、いいですね。あ、すいません、ツイキャスでちょっとコメントがついてるので紹介していきたいと思います。大塚さん、いつもありがとうございます。チャタンのメイクマンから見てるということで、また沖縄にいるんですね。これ内地の方です。ああ、そうなんですね。え、安室奈美恵と同じステージですかって言って、ね、コメントがついてますね、はいはい、大塚さんもぜひ来てくださいぜひ大塚さんお待ちしてますあとはですね、あ、以上かな。あ、はい、あとは何かありますか。はい、ですね、やっぱりこれを私たちが準備しながら、まあ、先ほど話したようにスタッフが、はい、もう竜宮城にいるかのように、うん、時間を忘れて喜んで楽しんで、うん、みんなが自分のできること得意なことを持ち寄って、うん、こうこの場を作っているんですけど、はい、で私たちがこの楽しんで喜んで自分たちを表現しているっていうことがやっぱり子どもたちにも、はい、そういう大人を見て、はい、子供たちもすごくこう自分たちの未来がね、うん、こんな風になるんだっていう風なのを届けられたらなっていう思いもあって、はい、だから参加する大人たち、私たち自身が一番こう喜んで楽しんで輝いて、でそれを次の
子どもたちにつないでいけたらなというふうに思っていますので、はい、大人も子どももみんな、はい、おじいもおばあもみんな来ていただきたいなと思っております。ありがとうございます。体調は何かありますか？最後に。最後、はい、もう本当に全てが前代未聞、うん、でマリエさんの思いがそれに共産賛同した人たちの思いが思いだけで出来上がったプロジェクトで、その思いをなんかシャワーのように浴びに来てほしいなって思ってます、うん、いいですね。この6月23日をですね、今まで沖縄は悲しい日だと忘れないようにね、しようみたいなものがあったけれども、今年のねこの令和元年にその、はい、沖縄で6月23日命の感謝をしようっていうそのねイベントですね。これは本当に僕も素敵なことだなと思って、でまたね音というものもそうだし、笑い声も歌も踊りも全て払いですからね、はい、これからの時代の幕開けにね沖縄から払い清めて、うんうん、広がるといいですね、はい、そろそろエンディングが近づいてまいりました。早いですね。早いですね。エンディングの前に僕からも一つ告知をしていきたいと思います。僕の方は7月31日からですね、古神道家の矢壁幸彦先生とですね、映画にもなったユタのガナハレナさんそのという方がいまして、お二人のコラボイベント龍神リトリート in 沖縄というのを企画しております。7月31日、名護で一泊して龍神ワークというね、龍神のエネルギーを下ろすワークをして翌日轟の滝で本当に龍神のリトと龍神への感謝を捧げ、そして午後はガナハレナさんのツアーを楽しむというものになっております。はい、では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日もお付き合いいただきありがとうございます。本日のゲストは、竜宮城プロジェクトのホラガイ隊長具志堅富子さんと元永明子さんでした。パーソナリティは東間城でした。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。ありがとうございます。